深谷バイパスは埼玉県熊谷市から埼玉県深谷市までの区間を結ぶ国道17号のバイパスである。玉井インターチェンジ上部インターチェンジ、玉井インターチェンジ上部インターチェンジ上部、インターチェンジ40坂下交差点、熊谷市、玉井の玉井インターチェンジにて、熊谷バイパスから直結される形で起点となる。熊谷市西別府の上部インターチェンジにて、 上部道路を分岐、ここから先は深谷市に入る。深谷市岡付近で本庄道路を分岐する計画となっている。本庄道路との分岐点からすぐの場所に位置している深谷市西田の40坂下交差点で県道に合流して終点となる。玉井インターチェンジから上部インターチェンジまでの区間は片側に車線化されているが、これは速道として 暫定整備されたもので、中央にあるスペースにはさらに対面4車線の本線である地域高規格道路、熊谷渋川連絡道路が通る予定である。この本線は、多摩インターチェンジで熊谷バイパスの本線と、上部インターチェンジ以北で上部道路の本線と接続される予定である。上部インターチェンジから終点までの区間は、 熊谷渋川連絡道路の区間外であり、現在開通済みの暫定に車線道路が本線である。熊谷バイパス、深谷バイパス本庄道路、上部道路平日24時間交通量。ありがとうございます。